日本の儒教では、日本における儒教について外説する。儒教は、今日、春の行いに従い、文王部王の法令を信奉し、孔子を尊び、その言を文字神道を持って、お儲けて夏、陰、周三代の霊性を踏襲している思想体系で、紀元前の中国に起こる。日本では、儒教は学問として受容され、国家統治の形成催眠思想や、 帝王学的な授業をされたため、神道、仏教に比べて、宗教として意識されることは少ない。なお、中国では、儒教は、明教、霊教、穴教、孔子教という呼称があり、宗教として認知されることが多い。日本へ儒教が伝わったのは、仏教よりも早く、慶太天皇の時代の513年、九だらより、五教博士がと日して、以降のことである。 さらにはこれ以前にも、ワニが論語を持ってトライしたという伝承が、古事記などにあり、概ね5世紀頃には伝来していたものと考えられている。儒教の思想は、多神教を奉仕する神道と相入れやすかったと考えられ、儒教よりもさらに以前に入ってきていた、道教、儒教と同時期に入った音名古行思想を合わせ、それまでの呪術的な側面に科学的な論拠を与えて、 後の恩明道につながる素地が生まれていた。アスカ時代では仏教の普及に熱心であった蘇ガ氏の台頭もあり、アスカ系を中心に仏教遺構が数多く建造された。だが、木の富の変以降の皇室、特に斎明天皇は儒教に深く敬したと考えられ、暴風である除明天皇の御領を八角墳としたり、塔の峰に置いた二月宮と、その関連移行には儒教と、 音明道の影響が強く現れている。その後の平安時代初期においては、天武天皇が発布した律令制にも儒教の影響が見られ、儒教の思想は管理要請に応用され、また国家で研究を行う学問として、式部省の悲観の大学寮において、妙行道として教授された。しかしながら、日本では過去制度が取り入れられなかったためか儒教本来の価値が定着せず、 学問の主体は、実学的な文章道と、道教職が強い音明道に移った。やがて神仏集合が進んで救済に加えて、真珠の意味も獲得した仏教が流星となり、空海の三教指揮による道教批判などもあって、衰退していった。南宋の出記によって始められた趣旨学は、日本では総学と称され、日本へは1199年に日葬した春城が、 儒教の天石250巻を持ち帰ったのが始まりとされる。以来、私そうした縁に弁縁や、中井は縁月らの前奏や元の信仰を避け、南僧から渡ってきた知識人によって広められ、1299年、元より来日した一山一縁がもたらした注釈によって学理が完成されたと言われる。14世紀に入って現れた天台宗の草原恵みは、 朱子学に通じ、五代醐天皇の側近として仕えたとも言われる。南北朝時代から室町時代にかけては、京都御山や鎌倉御山など主として、臨済州の全州寺院において儒学が研究された。また、15世紀前半、上杉のりによって再興された、下野国の足利学校でも、儒学の講義が行われた。15世紀後半の応仁文明の乱により、 京都が荒廃したため、区家や僧侶などの文化人は地方へ下り、各地の大名や有力武士を頼るようになったため、儒学者も地方に拡散した。慶安賢治は、諏王の大内氏や日後の菊池氏、薩摩の島津氏などに儒学を講じ、薩南学派の基礎を築いた。土佐の南村梅賢は、朱子学を講じ、南学を開いた。南学は、近世以降、 京都を中心とする教学と並び、儒学の一学派を形作った。度大聖堂の打塚崎先儒墓所、儒僧専用墓地。室九僧の儒士規模江戸時代になると、それまでの仏教の僧侶らが学ぶ足しなみとしての儒教から独立させ、一つの学問として形成する動きが現れた。中国と朝鮮から、朱子学と陽明学が星座などの行法をなくした、純粋な学問として伝来し、 特に、朱子学は幕府によって、封建支配のための思想として採用された。朝鮮の京広市の影響を受けた、藤原聖家の弟子である、林羅山が、徳川家康に仕え、以来、林家が、大学頭に任せられ、幕府の文教政策を統制した。第五代将軍、徳川妻吉は、幕府の文字政治への転換に際し儒学を、重要視し、 林方向をしばしば召しては、継書の討論を行い、また四書や益教を爆心に抗議したほか、1690年、孔師病を湯島に混流し、そこで、林家の私塾として、学問所が開校され、趣旨学が教授されるようになった。以下に、林家の学派の主要な指定関係を示す。趣旨学は、学生及びそれに習う諸藩において、立身出世の都となり、 林家の他の学派も成長した。特に、木下純安門下には、荒井白石、室急層、雨の森報酬、祇園南海ら多くの人材を輩出した。その他、儒教と仏教が分離する一方、山崎安西によって、真珠一致が唱えられ、水下神道などの儒教神道が生まれた。朱子学を批判的に摂取する、貝原益見なども現れた。 日本の儒教の大きな特色として、朱子学や、陽明学などの構成の解釈によらず、論語などの教典を直接実証的に研究する、生学、古技学、古文字学などの古学が、それぞれ山賀祖皇、伊藤神祭、小牛宗来によって始められた。将軍事校である奥十社の地位は、江戸後期までほぼ林家が独占したが、徳川吉宗の地位では、 例外的に、室久宗が1725年から1734年まで、奥樹者を務め、お牛宗来の門人である、鳴島新編も奥樹者となっている。その後、鳴島家の支直が、幕府の生死、ゴミ機変散などの功績から文政年間に、奥樹者に任じられたのを皮切りに、同家系から養子、鳴る島畜山と、用孫、鳴島隆北も奥樹者となった。 徳川吉宗は概念的な朱子学を遠ざける傾向があり、一時、朱子学は低迷するものの、松平定信が老中となると、低下した幕府の指導力を取り戻すために、儒学の内農業と上下の秩序を重視した朱子学を、正学として復興させ、1790年には当時流行していた古文字学や古学を風俗を乱すものとして、 林家の門人が学ぶことを禁ずるなど規制を図った。1797年までには、学問書を林家から切り離し、制度学期や職制の制定など、制度上の整備を進めて、幕府の直轄機関とした。これが、幕府教学機関としての小平坂学問書の成立である。幕府や諸藩においては、漢学として、趣旨学が中心であったが、日本では、 中国本土や朝鮮と異なり家去が採用されていなかったため、中国本土や朝鮮では順次衰退していった、陽明学が名脈を保つこととなった。代表的学派として、中江東樹が一家を構え、その弟子である、熊沢万山が、岡山派において失勢するなど各地に影響を残した。いわゆる大見商法に、その影響を見る者もいる。また、百二十四年には、 大阪の豪商たちは共同して学問書、海徳堂を設立し、初代の学士として、三宅赤岸が迎えられ、朱子学に根古した陽明学が教えられた。後に、この系列から中井畜山、中井利健、富永中本、山形万刀、佐藤一斉らが輩出される。このように、朱子学に加え陽明学が地方を固める中、伝習録等を通じ、幕末における、 維新思想をはじめとした各種の運動に影響を与えた。陽明学研究は江戸期を通じ進み、中国本土での新末における陽明学再評価時には、ほとんど忘れられていた陽明学サハリタク語の文書や蔵書が逆輸出されるほどであった。江戸時代を通して武家層を中心として儒教は日本に定着し、水戸学などにも影響。 やがて尊攘上一層に結びついて、明治維新への原動力の一つとなった。一方、一般民衆においては、石田梅岩の石門神学などわずかな例外を除き、学問としての受教思想はほとんど普及しなかった。儒学の体系化と立身出世という、実益により武家層へ浸透した結果、有事に備えて、技術を継承する必要性から、 同じく体系化されていった兵学にも影響を与えた。それまでの兵学は、実戦での経験を踏まえ、作戦部隊の運用や編成など、現実的な内容が中心であったが、江戸時代以降は、儒学の影響を受け倫理的な側面が強調されるようになった。また、生存術や諸誠術的な意味合いだった、武士道、指導も、主君への忠義など爆藩体制を支える思想や、 倫理を伝授する学問へ変化した。江戸時代中期に書かれた葉隠れでは、当時主流となっていた山賀祖皇らが提唱する儒学的武士道を情報風の付け上がりたる武士道と批判しており、この時代には一定の批判もあったが、安定期が長く続くと封建社会を支える儒教的思想が定着し、幕末頃には兵学や武士道の実用性が失われた。 明治時代になると1885年に当時の文部教、森有則によって儒教的な道徳教育を規制する命令が出された。実学の重視を主張する福沢諭吉は儒教を盲説とし、厳しく批判した。また、津田総吉は、死な、死な思想と日本文学に現れたる我が国民思想の研究などで儒教など中国の 影響を排除した文化史を描こうとした。一方で、元田長ザら宮中の保守的な感学者の影響によって、1890年制定の教育直後などに儒教の忠敬思想が取り入れられ、奨励された。井上哲二郎は、江戸時代の儒学を扱った三部作、日本陽明学派、古学派、朱子学派の哲学を表して、この分野における研究を開いた。 渋沢栄一は論語とソロ版を表し、論語をよりどころに倫理と利益の両立を掲げる道徳経済合一説という理念を打ち出し、近代経済と儒教思想の融合を図ったが、広く普及することはなかった。また、戦前戦後の日本の政財界に因然とした影響を与えた安岡マサツは正当な儒教思想の後継であるとは言い切れないが、公的には、 陽明学者と称した。儒教を宗教として捉える研究者は少数派であるが、学術研究において、儒教の本質を宗教として捉える道を開いたのは、山下隆二、梶信之である。山下は、天地鬼神や祖先への祭祀を儒教の中心に据え、梶は宗教を死を語るものと定義して、祖先崇拝を儒教の本質としている。ただし、 こうした儒教への解釈については、池田秀像などから批判が寄せられている。上記のように当初から学問として紹介された日本では宗教として意識されることは少なく、道徳的、文化的な影響も韓国ほど強くはない。一方、論語の一節や朱子学の教えが引用されることは多く、道徳や倫理の古典として受け入れられている。特に、 論語は日本語訳や解説書が多数、刊行されているなど人気が高い。現代の文化人類学者ホフステッドなどによる実証的研究などでは、東アジアの儒教文化圏が国際比較上は同種の文化圏として認識される。儒教を宗教として信仰せずに儒教を研究する。学者は儒学者と言わずに儒教研究者と呼ぶべきとする見方もある。ただし、 京都大学教授の吉川幸二郎や評論家の後と秀では自らを受者であると主張し、受教の立場から様々な立論を行っている。ありがとうございます。